こんばんは、日常演武です。さて、今日はこちら、以前おはぎやカフェオレ大福などを食べた私の地元にある和菓子雪中スイーツ専門店さん、あん工房よりスイーツケーキや新作大福フリパイなどを食べていきたいと思います。フォーカスがですね、これ2023年にフィルムギャラクシーに出展した映画の中で使おうかなと思って一度食べたことあるんですけど、もう撮影データがむちゃくちゃになっちゃって、しかも肝心の食レポシーンがデータがどっか行っちゃうとかなって、いろいろあって、もう食レポ動画としても出せないぐらいのボツ動画になってしまいました。なので今回改めて食べていきたいと思います。 あとお詫びがてな新作もレビューしていきますね。それではまずは新作のこちら、確かいちご大福だったかな、から食べていきたいと思います。ではいただきます。一度買って食べたはいいものの、漢字の撮影に失敗してみたので、まあその、まあお詫びって言ったらおこがましいですけど、それも兼ねて作ってみたのですが、再度食べてレビューしてみてよかったと思えるスイーツたちです。もうこれは心の底から確信を持って言えます。甘くてさっぱりした味わいと、チーズや栗、いちごのジューシーやコリコリ、コクのあるうまさ、どれもよく合いますね。これからももっと食べて応援してあげたくなるようなお店の商品であると自分は思います。あなたにもぜひ食べてほしいですがね。さて、味の詳細についてはこの後すぐに説明します。ごちそうさまでした。最初に食べたいちご大福は、噛んだ瞬間にいちごの甘酸っぱい果肉の美味しさがじゅわっと口の中に広がってきて、さっぱりとしたあんこの甘さといちごの甘さよく合いますね。いちご大福、結構好みが分かれるスイーツだと言われていますけど、自分は大好きです。その次に食べたチーズケーキは、チーズのさっぱりとしたのだけど中にはアルコを合わさった、いやもう何を言ってるんだ自分は、チーズのコクがある甘酸っぱさと旨味にあんこのさっぱりとした甘さがよく合っていて美味しく、この組み合わせ鈴木も良かったんだよな。基本自分はリピートしないんですけど、これはリピートしてでもぜひ紹介したいと思っていたスイーツなので紹介させていただきました。次に食べた抹茶大福は、抹茶が結構ほろ苦系であんこのさっぱりとした甘さと被らないようにしていたので、どちらの風味もしっかり楽しむことができました。ただ粉なのでちょっとこぼれやすいのが難点かな。中にクリームとして入っていてもよかったかも。その次に食べた栗あん栗パイは、サクッとしたパイ生地と中から香ってくるバターの栗のコリコリとした食感、あんこのさっぱりとした甘さ、あんこさっぱりとした甘さばっかり言ってるんだ、しっかりと感じることができて美味しかったです。今度はもっと大きなサイズで食べてみたいな。そして最後に食べた桜餅、結構重量感があってずしっと口の中に入ってきました。だけどやっぱりあんは軽めで、周りに張り付いてるってあれですけど、周りで覆っている桜餅のちょっとつぶつぶがある食感ともよく、やっぱり春は桜ですかね。今回食べた中でやはり2つ目に食べたあんチーズケーキが一番双方のバランスが取れていて美味しいなと今回も感じさせてくれたので、代表として6点とさせていただきます。ツバメほど髪を抜けりこの風で、いやいやツバメにそんな風で起こせませんから。というわけで本日は地元にある美味しい和洋折衷スイーツを作り出すあん工房さんの商品を紹介させていただきましたが、あなたは気になりましたか？本当にチェーン店とかじゃないので、なかなか気になっても食べられないよと思われるかもしれませんが、もし機会があればぜひ食べてほしいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてチャンネル登録や高評価を押していただけると嬉しいです。演武終焉。